やってまいりましょう。手持ちの粒すべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはバンビちゃんやっていきましょう。1年半前のお盆ですかねに、岐阜県の方にある山に流星群を見ようっていうことで、親父とね、山に登ったことがあるんですよ。その時にね、バンビちゃんいましたね。なんか駐車場のところで草食べてて、写真カメラ向けたらね、こっちをじーっと見つめてくれるんですよね。あれは可愛かった。なんだっつも、うん。あとまとめてつも消したけど、なんか、あ、でもコインが全然稼いでない。20何個消したはずなんだ。コインが全然稼いでないな。なんかまとめてつも消すかなったけど、コイン全然消してないじゃん。あ、コインじゃねえや。あらー。あ、コインには繋がらないんだ。これ何？一個ずつ消したっていう計算、考え方になるの？え、これ、じゃあコンボ数はどうなる？コンボ数も別に稼げるわけじゃない。で、ポイントもたまらないし、スキルも大していかないと。あー、これきついなー。これ使いどころある？ぶっちゃけ。どうなんだろう。コイン。だってコイン0枚だぜ。5枚厳しい。はぁ、なるほどな。バンビちゃんなかなかハードル高っすよね。へぇ、了解です。そうそう、なんかやっぱり野生動物ってなんか神秘を感じるのか、なんて言うんでしょうね、こう実際見つめ合ったら、こう、なんか、やられそうって感じがする。うん。いや、これ、バンビー、きついな。なるほどね。了解です。まぁ、ちょっと、使い勝手がなかなか難しいかもしれないですけど、こういう使い方があるぜっていうことを教えてくださる方、いらっしゃれば、ぜひコメントをお願いします。では、また次回。